な松名つなのりなみまつり明治42年4月13日は日本の武士教育者通称は八の城、号は羽根坊並間家は元家や国並間城主であった藍津派においては過六三百国の上級藩士であったが後期は次男で当主ではない藩校日進館に学び秋月定次郎と共に秀才として知られた坂学問所に留学し その後洋楽も収めている。西国諸国を歴訪し、その見聞を普及関係と題して表す。批判後は日清官教授を務めついで、江戸時代官として現地に赴任。現地でも藩士指定の教育にあたり、その中に会津藩出身者として最初の海軍将官となる角田秀松がいた。江戸時代官としての手当は合量三人ぶであった。 幕末には経営に設けられた藍津繁洋学校の校長として藩士の教育に当たっていたが、賭場、伏見の戦いの敗戦により京都守護職を務めた藍津藩は江戸に帰還。並間は藩士数人と大阪に泊まり情報収集に当たっている。藍津に帰還後奥上津列藩同盟の結成に尽力、同盟各藩との連絡、調整に努めていたが敗戦を迎えた。 母親戦争において、並負けは、後期の老いで当主の安植門が、砲兵一番対象体頭として討ち死にしたほか、安植門の母、娘二人が自陣している。越後高田藩で禁止し、斜面後は、与ド藩に招かれ藩学の責任者となった。ついで、京都中学に勤務。この京都時代に、藍津藩が、京都市御試食在任中に作成した。 アイズ班長記録を発見している。科学者として名声があったナミマは、明治政府に招聘され、大上官に出資しついで、東京大学教授、東京高等師範学校教授などを歴任した。宮中交渉はじめにおいて二度進行を行っている。また西村茂樹らと日本行動会を組織し、副会長を務めた。明治42年1月より、人造萎縮を患い、 4月13日に郡島地区富士見町の自宅で死去。ありがとうございます。